銭がなくてもお腹が空いてもそれでも走る、どこでも走る、どんなに安物のオートバイだってくじけやしない、心はなな酒を飲んでタバコを吸ってアクセル開けろ、昨日はここに置いて行こう、傷ついて悲しい時でもガラスは割らない、バイクは取らない、鬱陶しくて逃げ出したくても吸わない薬は打たない、どんなにボロボロのオートバイだってタイヤはあるさ、心もなら携帯持ってブーツを履いてそれでも走れ、涙の訳は後で聞こう。街に目覚めた、あいつの言った一緒に走ろう、探しに行こう、なくしたものを、ツインの声は響き続ける、誘うからアクセル開けて眠い目を刺す眩しい太陽、きっとあるその先に身を置いるさ、あいつの声がまだ鋼鉄ポンチっていうね、パンクのバンドがあったんですけれどもね、この鋼鉄ポンチっていうバンドの20年ぶりの新曲ですね。どうしようもないですね、もう鋼鉄のポンチですからね、言うのも恥ずかしいね、どうしようもない名前なんですけど、そういう名前だったからこれしょうがないんですけどね、枯れ切ってしまってですね、野望も打ち砕かれ、本当に平穏無事にですね、なんとかその命をつないで生きているっていうね、そういう状態ですけれどもね、要は枯れ切りました、完璧にね、はい、これはね浮見堂なんですね、近江のね、なんとも風情がありますね、本当にいいところでした。こういう車、自動車のなかった頃にね、成立したね、400年、500年、600年、平気で歴史のある町っていうとかね、
人がずっとそこからそこに住んでいた町っていうのは何とも言えない落ち着きがありますね。いいものが本当にあの洗練っていうんですかね。要は人間が暮らしやすいようにこう自然にできとるんですけどね、落ち着きますね。これここも本当ね、美しいいいところでした。でね、こういう風景にね、昔あのゼファーの400が出た時にね、雑誌の広告でね、そのゼファーがね、こう和風のとこにね、ボンボンボンそのゼファーを置いてね、でこう、まあ、写真にしてね、日本のオートバイみたいな、日本のゼファーみたいな感じでこう川崎が広告を売っとったんですけどね、あの映画ね俺結構好きでね、妙にこのね似合うんですね、やっぱりね。なぜかなんだか分からんですけどね、このねエストレアとかね、ダブルとかね、この辺の形っていうのが何なんでしょうね、一体この妙にこのマッチするっていうのはね、こういう風景にね違和感がない、こういう単車で行きたいなっていうね。 NSR とかの、ガンマのちょっといかんところはここですね。ちょっとね、懐が狭いっていうかね、スカッと気持ちよかったんですけどね。僕はね今こうやってね、あの風景に溶け込んでね、いろんなところをねこうのんびりとことこね、どこまでも走り続けていけるようなね、こういう風なね、あのオートバイとの接し方っていうかね、乗り方がね楽しいってたまらんのですよ今ね。本当にもうちょっと早く僕もね気がつけばよかったんですけどね。なんかこうスピードを出してね、ピュンピュンこうスピード出してこうアドレナリン中毒っていうんですかね、あれはもう良くなかったですね本当に。あの山下で集合してね、そこからこう北上して浮見堂、そこからあの山を越えてね、途中トンネルも越えましたっけね、小さなね、あの何ていうか小旅行です、よかったですよ。一緒に走ったねこの子があの今元気でいてくれるとねいいんですけどね。